輪島市門前町にある大村正弘さんの鶏舎。ここでは七面鳥200羽が飼育されています。ゼロです。はい、全く鳥の被害っていうのはなかったんです。まあ元旦の日には、夕方見に来ましたんで、あの七面鳥というのは一斉に鳴くんで、もう鶏舎に入る前にもう鳴き声が聞こえたんで、ああ大丈夫だなっていう感じだったんですね。七面鳥というのは心を癒してくれるんで、癒し、私にとっては鳴き声その姿ってのは癒しですね。大村さんが大地震に遭うのはこれが初めてではありません。前の地震の時には600羽いた鳥は全部焼却処分という鶏舎の中のコンクリートが割れて、そこからミミズとか水の中にも雑菌が入っちゃって、北海道の滝の上から卵を譲っていただいて今があるんで。2007年3月、輪島市で最大震度6強を観測した前回の能登半島地震では、床がひび割れして外敵が侵入、病気が蔓延し600羽いた七面鳥すべてを処分せざるを得ませんでした。あれから17年、なんとかここまで事業を立て直し、クリスマスシーズンといえば萩市の七面鳥とまで呼ばれるようになりました。今回の地震で七面鳥たちに今のところ被害はありませんが、鳥はもう水がないと命がなくなるんで、水がいつまで地下水が、まあ、出てくれるか、まあ、地下水ではっきりと七面鳥が飼えてるんで、その辺が一番の心配ですね。見ての通りそちらにあの地割りがあって、こう地盤があの下がっているんで、基礎がもう全然なくて壁の部分がこう浮いてるって感じ。鶏舎の地盤は大きく歪み、鶏舎の中も壁が剥がれ落ちています。施設への被害はここだけではありません。まあ冷蔵庫はひっくり返って起こしたんですけど、もう、まあ、今度廃棄はね。出荷する七面鳥をさばいて保存する加工場、電気はまだ復旧しておらず、薄暗い中に物が散乱していました。発電機でなんとか冷凍庫を動かしていますが、元通りにするには時間もお金もかかります。これだ、保健所の許認可っていうのは降りないと思うね。パッと見てここで肉処理してますって言えるような施設じゃないんで、相当金かけんと。お金的にはどのくらいかかるの？まあでしたら3000万ぐらい、まあ、3000万、72歳で3000万の投資っていうのはちょっとできないのと、肉は作れても処理するのができなくなれば、保健所の許認可がアウトになれば廃業しかないというか。一度は頭に浮かんだ廃業の2文字、しかし加工を他の業者に委託してでも大村さんは七面鳥農家を続けると決意しています。私の七面鳥によってお店が、ね、お客さんを呼んで成り立つっていう関係なんで、やっぱりそのお店が私の七面鳥を待っているんで、月は遅れますけども震災を乗り切った七面鳥なんで、味をかみしめるっていう意味では七面鳥を何回も何回も肉を噛み砕いていただいた中で、輪島のことを思っていただければ幸いだと思うんですけど。